さて、じゃあテーマの紹介をお願いします。はい、本日のテーマ、最初のテーマが2020年日本はどう変わるのか、渡辺さんからお話しいただきます。そして私からは、駅伝とオリンピック、このテーマで、箱根の取材を終えて、お話したいと思います。そして前田さんからは難民と彼らを利用する人たちということで、また今年も映画の紹介していただきます。はい、ですね。はい、さて、ではですね、一つ目のテーマに入る前にですね、一つニュースをお伝えいたします。1月8日の産経新聞ほか各メディアで伝えているんですけれども、経済評論家の三橋貴明容疑者、まあ、チャンネル桜のキャスターとしても皆さんまあご存知だと思いますけれども、はい、10代の奥さんに暴行をしてですね、怪我をさせたとして、警視庁の高輪署が傷害の疑いで、逮捕したということが分かったんですね。で、まあ、この高輪署の調べに対して、三橋さんはですね、何もしていない、何も話さない、弁護士を呼んでほしいとこのように話しているということです。はい、これはまあ私も昨日の夜知って本当に驚いたんですけれどもね。びっくりしました。まあ暴力ということはですね、何があろうとも良くないということですけれども、本人が容疑を否定しているということで、まあ番組としてはですね、推移を見守っていきたいなと思っております。はい、はい、何しろ昨日の今日でですね、私たちもまだ情報が何もないので、はい、まあ、あまり詳しいことがお伝えできないんですけれどもね。家庭内のことですのでね、まあ、ね、はい、まあ、ちょっとこれは見守って、引き続きお伝えしていきたいと思っております。はい、さて、ではですね、一つ目のテーマはですね、2020年日本はどう変わるのかという、はい、まあ、年始にふさわしいテーマだと思うんですけれども、ね、はい、まあ、今年の年始ということなんですけれども、まあ、経済ということで言えば大発会と言われる、あの最初の株式市場ですね、はい、終わり値がなんと26年ぶりの高値をつけたということで、非常に威勢のいい始まりになったんですね。はい、でこれ言い換えるとですね、26年ぶりの高値をつけたということはいいことなんですが、はい、ということは26年間ずっと株価は下がったまま浮上しなかったということを意味するわけです。はい、あのちょうどですね、バブル崩壊からですね、今年が26年7年という形にはなってくるわけなんですが、はい、そのバブル崩壊以降ですね、デフレというものがどんどん進行していった。その結果ですね、株価も下落し、よその他の国がどんどん最高値を更新していく中で、日本だけが高値更新を未だにできていないという現状があって、これがやっと26年ぶりに、超えるのかなという明るい兆しが出てきたと。いわゆるその安倍総理というか現在の安倍政権というのは2012年12月に発足したわけですけれども、この時の最大の目標というのがデフレからの脱却と、それとまあもともと安倍総理の方針である戦後レジウムからの脱却、そしてデフレをまず何とかしなくちゃいけないということで5年間これまでやってきたわけですね。で約5年間でどの程度数字が変わったかと言いますと、安倍政権発足時、実質国内総生産 GDP ですねの成長率は 0.9% だったと。それが5年でどうなったかというと今 2.5%、 やっとですね、成長目標と言われる 2% を超える状況になってきたと。はい、そして名目 GDP は493兆円から549兆円ということで約50兆円程度増えて、やっと拡大経済が生まれつつある。で日経平均株価に関しては安倍政権発足当時が1万230円、ただこれはですね、前の野田政権が倒れてから株価がぐっと上がっていったもんですから、野田政権の最後の頃が多分8500円ぐらいだったと思うんですね。それに対して2万3000円を現在超えていると、4000円近いところまで来ているというところになってくるんだと思います。そして円相場はですね、85円36銭から113円から4円前後ということで、随分円安に動いています。はい、そして有効求人倍率は 0.83、
いわゆる求人よりも働きたいという人が多い状況から 1.55 倍ということで、まあかなり改善、ほぼ希望すればどこでも入れるような状況になってきているという状況ですね。で、消費支出はマイナス 0.7% から、約これが一番弱いんですけどね、これが 0% ということで、まあ消費だけがなかなか伸びない。そして消費者物価指数はマイナス 0.2% から 0.8% ということで、 2% という目標には到達しないものの、それでも少し改善されているということで、まあ全体的に経済は良くなりつつあるんですが、まあ一番の問題というのが消費がなかなか回復しないことということになってくるんだと思うんですね。まあデフレからの脱却という目標に向けて動いてはいるんですが、やはりこれで なかなか進まない最大の理由というのは消費増税にあったんだろうと思われますね。ですから、はい、せっかく景気が浮上傾向にあって株価も浮上していたところで消費増税をしてしまったがゆえに一気に冷え込んでしまったと、はい、でこの冷え込んできたところからのリバウンドでやっと今、まあ、正常な状況に戻りつつありますよというのが今の日本経済をめぐる状況ということになってくるんだと思います。でまあ、このデフレというものがなぜ悪いかっていうことになってくるんだと思うんですけどね。デフレっていうのは簡単に説明すると、今日100円だったものが明日90円、明後日85円とどんどん安くなっていくことなんですね。で安くなってくってなんか消費者からするとすごい得した気になるじゃないですか、はい、鈴木さんなんかもね、卵が、はい、100円のものが90円になったらなんか嬉しいでしょ。嬉しいですね。はい、嬉しいです。嬉しいんですが、これですね、はい、大変な問題があるんですよね。日本全国でみんなが同じことをすると、今まで例えば1億2000万人が100円の卵を買ってました、100億円あった売上がなんと100億円だったのが120億円あったのが108億円まで落ちちゃうと。でこれがどん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 繰り返されるんですね。将来の方が安くなるかもしれないと思う、じゃあ買うの今日やめとこうかな、買い控えが起こる。そうすると物の購入のサイクルがどんどん遅くなっていく、そして更新がされなくなっていく、街が停滞していく。でこれだけだったらまだいいんですが、実はその値下げをするという時にどうするか、スーパーの私がバイヤーだったらですよ、はい、問屋さんに負けろって言いますよね。で問屋の側はですよ、メーカーに負けろって言いますよね。メーカーはですね、下請けに負けろって言いますよね。全部利益がどんどんなくなっていくんですね。で利益がなくなったところはどうするか、いや社員の給料下げなきゃいけない、このままだとうちの会社潰れちゃうから無駄を全部カットしましょう、設備投資なんかやってる時じゃないと、いうことで要はどんどん所得も落ちていく、社会の経済全般の活力も失われていく。だから物が安く買えるけれども賃金が後から下がってくるので、結果的にどんどん貧乏になっていく。これがですね、25年ずっとこう繰り返されたわけですよ。縮小再生産っていうんですけども、どん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 こう小さく、多分昔はですね、右肩上がりって言われる昭和の時代、その頃はですね、消費は美徳だとかですね、みんなが家電製品とかないもんですから、三種の神器が欲しい、自動車が欲しいなんて言ってみんな小売業買ったわけですね、家を建てたいと。それがですね、人口も減っていく中でどん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 こう気持ちも縮んでいく、シュリンクしていく。それと同時に製品の質を、なんて貧しく清らかに生きたらいいとかですね、ノマドでしたっけ、なんか自然派で生きたらいいとかですね、消費は悪いものであるかのようにミニマリスト言いましたね。ミニマリスト、はい、ミニマリストとか言いました。であとはテレビにつけたらですよ、どうやったら家計の節約術なんていう番組ばっかりになっちゃいましたね。多いですねやっぱり、はい、そのおかげでですね、結果みんなが物の購入を抑えちゃったわけですね、抑えた結果デフレがどん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 進行していってしまって、物の値段は下がる。とか日本人真面目ですから品質だけは求めると、うん、物の値段下がって品質求めるから人間の負担がどんどん増えていくと、間にいる業者やで淘汰や倒産がどんどん続出したというのがこの25年のデフレだったわけですね。厳密に言うと20年のデフレだったんですけれども、
失われた20年という言葉がありました。でここから脱却するぞというのが安倍政権の目標だったんですね。で2012年の10月のことだったんですけれども、はい、これ自民党総裁選の前後ですかね、10月か9月か、自民党総裁選の前後に麻生副総理と安倍総理、当時は候補者ですね、はい、総裁候補者との間で、密約が行われたということなんですね。これは麻生副総理がおっしゃってたことなんですけれども、3つの約束、選挙じゃないですけど、はい、3つの約束、1つ目がまず復興を何とかする、うん、東日本大震災の遅れている復興を何とかして前に進める、でもう1つがデフレからの脱却で、このままじゃ80円台とか80円台の円高じゃ日本企業ほとんど全部潰れちゃうぞと、それじゃいけないからなんとかこれを改善すると、で量的緩和を含めたいわゆるアベノミクスを進めて景気をなんとかする、そして3つ目、これが安倍政権の間にやるべきことということで2人で合意したものが憲法改正と、この3点セットだったわけです。まあ、復興に関してはですね、随分 まだまだ遅い、遅れている部分はありますけれども、できることを政府は着々とやってはいると思うんですね、はい、で2本目のこのデフレからの脱却もまだまだダメではございますけれども、うん、随分改善はされてきていると。で今年有効求人倍率はもう 2.6% という 6.7% という形で、はい、ほぼ完全失業に近い状況になっておりまして、必然的に賃金も上げないと、企業の利益は出ているけれども賃金を上げないと正社員を維持できないという状況になりつつあるので、賃金のベースアップも今年は少し見込めるのではないかと。ベースアップ、安倍政権になってずっとベースアップが行われていると、それまでずっとなかったものがという状況になっていて、さて、あとは憲法改正が待っていますよと。でこれができるのかできないのかというのがまず2020年までの最大の鍵ということになってくると思うんですね。で、まあ、2000歴史っていうのは現在、過去、未来とあるわけで、過去と現在を見ればその次に何がしたいかっていうのが見えてくると、はい、断片だけ見てても仕方ないですから、即効性を求める人すごく多いんですが、即効性のあるものってほとんどないんですね。今問題になってるですね、メディアの偏向報道とかいうものもですね、私押し紙問題を含めて2007年ぐらいからもう10年ぐらいやってきてるんですね。でそれでやっと最近になって、ここ 4,5 年になって少しずつ物事が動き始めているわけで、やはり時間をかけないと物事って進まないんですよ。でそういう意味において今行われている、今起きている現象というのは過去の出来事であって、過去からの推移、そしてこの2020年というある意味東京オリンピックがある年ですね、これはみんなターゲットにしてるんですね、政府も。ですから2020年までに何をすべきか、だから憲法改正もオリンピックまでにやりたいとか、そして五条院もありますよね、その前の年に。ですからある意味いろんなものにけじめをつけていって、戦後というものもけじめをつけたいでしょうし、安倍総理としてはいろんなものにけじめをつけていって次に進めていく。でこの2020年という年、オリンピックまでの間にやらなくちゃいけないことは何かという逆算もできるということになると思います。でまず2019年何があるのかということを考えなくちゃいけない。と2019年にある大きな出来事というのは、まず戒厳、はい、G20、 そして、ラグビーのワールドカップ、はい、そしてご婚礼、あと統一地方選、統一地方選、はい、というのはこういうのが参議院選挙、参議院選挙もありますね、はい、大事な、はい、でこういうものがあると。でここでまで今の勢いを維持できるのか、そして2019年の10月には望まない消費増税もあるわけです。ですからそこまでの間に何としてもデフレを脱却させないと、逆に言うとまた再び腰折れしてしまう、せっかく良くなりつつある景気が腰折れする可能性があるわけですね。ですから何としてもこの2018年、今年ですね、このデフレからの脱却というものにブーストをかけてですね、
どんどん景気がいい方向に持っていかなくてはいけないですよというのが今日本政府の置かれた立場だと思うんですね。憲法もね大事なの、はい、今の憲法っていつ成立しましたか。まず1946年ですよね、はい、その年って何年だったか知ってます。何年か、うん、何年かってどういう十二支の。それはちょっと分かんないですね。犬年なんですよ。あ、うん、だ今年72年目の犬年な。72年で犬年でまた、まあ、5回目っていうか6回目。年男というか。そうですね、年憲法なんですね。そうなんですよ。だからね、こういう私はね、なんか今年やっぱり憲法改正の年じゃないかっていう気がして、犬年にできた今の、憲法を何らかの形でね、きちっと現代の憲法にしていくっていうのが、だから多分プロセス周りかなっていう気がしてます。そうですね、プロセスとして考えると、はい、やはり憲法改正前に一回国民の信を問う必要があると思うんですね。でこの信を問う手段として考えられるのは、やはりもう期日が確定している2019年の、参議院選挙ということになるんですかね。そうなってくると、だからやっぱり今年は発議の年かなっていう ね、 そうですね。で成立してまあ交付したのが翌年なんですけども、で来年はもう今のね、先ほどのなんかカレンダーからいくともう忙しくてね、なんかゆっくりって感じじゃないですもんね。まあだから来年が忙しいということになると全部今年のうちに仕込みをしとかなくちゃいけない。そうですね、だから逆に言うと憲法改正を発議をいつするにしても発議の前にちゃんとした国民的議論が必要になるでしょうし、この議論、国会の中での議論、まず党内での議論、国会内での議論、野党間の協議、そして国民に知らしめて理解をしてもらう努力、この全てが必要になってくるわけで、こういうものをやっていかなきゃいけないと。それとやはり2020年オリンピックが予定されてますから、その前に出入国管理、これテロ対策ということで日本がものすごく遅れていて、それが世界中から批判の対象になっていると私は何度も取り上げている、はい、ということを考えると、それまでの間にテロ対策を含め出入国管理や、いわゆる反社会的勢力と言われる人たちをある程度淘汰して整理していかなくちゃいけない、管理コントロールしていかなくちゃいけないですよというのが、まあ、来るわけですよね。そうなってくるともうそれほど時間はないので、どういうふうに前倒ししていくか、どうやって片付けていくか、一つ一つということになってくるんだと思うんですね。で、まあ、東京オリンピックもそうなんですけれども、小池さんが無理やりですね、築地だどこどこだって豊洲だって大騒ぎしちゃったもんですから、あれ道路が完成するかどうかも分かんない状況になっていて、さまざまな障害があるんですが、その障害をできるだけ取り除いていかないと、無事2020年を迎えることができないと。今年も秋にね移転しますよね、うん、はい、で移転しますけど、その後ですね、その短い工期でですね、あそこの道路を壊して、新しい道を作らないとですね、はい、選手村まで行く道がすごく細くタイトになってしまうので、都内交通渋滞だらけになってしまうということになるもんですから、その辺の物事もきちっと決めていかなくちゃいけないと。あとはまあ働き方改革をはじめとしてですね、社会制度の変化に合わせた改革をいい方向で進めていかなくちゃいけないと、はい、でこれともすればですね、気をつけなくちゃいけないのは、時間がないからといって急いでやりすぎるとですね、それこそ総理の諮問委員なんていうの人たちが出張ってきて、その意見がそのまま通っちゃうっていうようなことになりかねないですから、はい、非常にそれは危険ですので、逆に言うと国民的議論として見ていかなくちゃいけないと、逆にいつも言うんですけれども、例えば盛りかけでもいいですよ、はい、お相撲でもいいですよ、なんかテレビでワイドショーで騒いでる時に重要なことが後ろで決まってたりしますから、うんうん、そうですね、昨年もそうでしたよね、はい、ですから本当に見なくちゃいけないのは、どうでもいいことはもう全部ほっといて、うん、で何が逆に言うと小さい記事ほど価値があるので、うん、そうですね、自分たちの生活に実はねすごく影響があったりしますよね、はい、だからいつもまずは皆さんが新聞を読むよりも、私の本は買ってほしいですけど、本を買うよりもまずやるべきことは税制改革大綱と予算大綱というこの2つ、これインターネットで自由に読めますから、それさえ読んどけば何が起こるかっていうのは、何を政府はしたいのかっていうのはほぼ理解できるんですよね。
安全保障もですね、今北朝鮮のことでいっぱいですけども、それ以外も、はい、日本周辺で本当に年末年始もなく尖閣諸島の周辺でも大変海上安庁の方とかね、あと自衛隊の方とかも、すごくいつも緊張してるんですよね。そういうこともなんとなくどっかでこう考えてていただけたらなと思います。そうですね。ですから今日も中国の航線がですね、尖閣周辺に4艘入っているとかいろんなニュースが流れております。はい、ですからその北朝鮮も長距離弾道弾ミサイルを発射する準備を進めているという報道もあります。ですからその日本の置かれた環境というのが今まではではなくこれからは出なくてはいけないということをみんな思うべきなんですね。その間ね、地震もあったりして、ね、はい、いろいろまた気をつけなきゃなってね。それと、まあ、一番大切なことは何をしたいのかということで、小さなことでもいいですから、みんな国民一人一人が夢なり希望やる目標を持って前に進もうと思うこと、はい、ということになってくるのかなと私は思っております。はい、ありがとうございます。私もちょっと希望いただきました。というかもう自分でもそういう気持ちでやっていきたいと思います。ね、最後の一言は良かったですね。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。それでは私のテーマは新年にふさわしく駅伝とオリンピックということで、今もね2020年東京オリンピックっていう話が出ましたけど、今年の初めやっぱり皆さんねテレビ見て箱根駅伝感動したと思います。お正月のね風物詩ですよね。はいはい、その箱根に駅伝の混んだ後のこう足跡とを足跡を見るために行ってまいりました。はい、で箱根の駅伝ミュージアムちっちゃいんですけどとってもいいです。もうあとガイドツアーっていうのでいろんなことを学ぶので、ぜひそれ1日に2回ぐらいしかやってないんですけれども、ぜひ皆さんね小さなとこですけど、ぜひ行かれたらいいと思います。で、今日のテーマですけれども、はい、皆さんに感動を与えた箱根駅伝とそしてオリンピック、これを結びつけたいと思います。まずオリンピックからいきますが、日本が初めてオリンピックに参加したのはいつでしょう。クイズです。いつでしょうね。すごい前なんじゃないですか。そうです。戦前ですよね。はい、そうです。なんと私前に、お正月にですね、明治は近くありにけりと言いましたけど、実はこれ明治なんですよ。1912年。はい、ちょっとこちらごめんなさいね、付箋を、明治45年です。ではどこであったでしょう、これもね、日本どこで、初めてオリンピックに参加したんでしょう。皆さん言ってください。どこでしょう。ギリシャとか違うか。まあヨーロッパではありますが寒いです。ストックホルム。でも夏ですのでね、もちろん、涼しいですけども、ストックホルムまで行ったんですね。はい、船でです。おっしゃる通り、当時は、ごめんなさい、ありがとうございます。前田さん、そう、スウェーデンのストックホルムでありました。船でどれぐらいかかったでしょうね。明治です。何ヶ月かかかってますね。そしてこの時参加した選手は何人でしょう。皆さん分かるわけないですよ。分かるわけない。みんなもうみんな諦めてますね。答えのたくさん言ってるのは2名だけなんです。2名だけ。そう、2名から始まったのが日本のオリンピック参加なんです。でそのお二人が、この二人、短距離の、はい、はい、三島選手と長距離の、金栗選手ですね。2人なんですね。そうなんです。この金栗選手、まあ、マラソンで出てここから駅伝が始まったということ、はい、東京オリンピックともね、こう考えるときにオリンピックの歴史見ると面白いですよね。で箱根駅伝はどうして始まったのかはまさにこことつながるんですが、うん、箱根駅伝の由来です。この金栗選手、もう本当に優勝候補とも言われるすごい選手だったんですが、危険というね、さっき言ったように船で日本は行く、体調、ストックホルムのオリンピックでね、そうですよ、体調管理もねままならぬまま出場して、やはりそういうことで悔しい悔しい、これをバネにしたい、自分一人じゃダメだと、ここもすごい日本のねすごいこうもう知恵だと思うんですけども、とにかく若い人の育成、4年に一度しか来ませんね、オリンピックは。若い人の育成、それもみんなで頑張ろうということです。一番厳しい時期、一番厳しい地形、それを考えて始まったのが箱根駅伝なんです。だからわざわざ冬の箱根でやってんですか。そうなんです。もうで最初始まった年いつだと思いますか。
これもじゃあこの後じゃないですか。1912年の後ですよね。そうです。1920年なんですね。バレンタインデー。もうそうです。そうおっしゃる通りバレンタインデーにこの日は土日をね一番厳しい2月の一番寒い。2月一番寒いですよ。そうです。この土日に始まりました、うん、で最初何校出場、今はね20校ですよね。多分少ないんじゃないですか。4とか3とかそんなもん。すごい前田さん4です。ピンポン当たりました。早稲田、慶応、明治、そう明治と高等師範、はい、今の筑波ですね。高等師範で空振り選手も高等師範ここ の, あの出身なんですけれども、たった4校。そうなんです。たった4校。なぜかというと10人揃えなきゃいけないんですよ。1区間20キロ、まあ そ, うですね、それを揃えられる学校がそんなに当時はなかったということなんですね。選手の層が厚くなっちゃ無理だから。そうです。1920年です。始まったのそもそもだって大学に行く、うん、その当時大学行くと学士様でですね、うん、はい、そんな学士様なんてほとんどいなかったって、ね、誰もが行ける時代ではなかった、はい、村から一人とかそういう時代の話ですから ね, そ, うですよね、はい、それでまた次々行きますがどんどんですね、うん、箱根駅伝のと日本の匠と私はこんな名前つけちゃったんですけど、うん、知ってました。今年優勝どこでした。どこですか。僕見てないんだ。本当に青学じゃない。青学当たりです。ですよね。青学が総合優勝なんですが、はい、オーロの優勝っていうのも大事なんですよ。オーロどこだったか覚えてますか。オーロと袋があるんですね。そうなんです。オーロはやっぱりねあの山登りきついんですよよね。オーロが、東洋大でした。で、ね、オーロの方にもトロフィーが送られるんですよ、うん、このトロフィーがまたすごい。なんでできてます、はい、と思いますか。これです ね, ね、そうです。地元の方もねあんまりメディアに出て出してくれないっていうので寄せ木作り。あ、そうなんですか。箱根といえばねあの寄せ木作り、カラクリの箱とかねお土産で売ってますよね。そうです、そうです。すごいクラフトマンシップのね香り。そうです。もう毎年ねこれも一生懸命今年はどういうのにする。あ、毎年作り変えるんですか。そうです。もうトロフィー素晴らしいですよ。もうその、ね、ここでなぜ写真が出てこないんだって見てる人も思ってると思いますけどね、はい、あのですねミュージアムの中あの写真も録音も、うん、あの禁止なんです。それで私いろいろメモっていろいろ今皆さんにお伝えしてるんですけれどもど、はい、でぜひ現地に行けば見られます、はい、一つ飾ってありますので。それからもう一つですね、オリンピック選手にもなった、うん、谷口浩美選手のシューズを作った作者は誰かということなんですが、作者というよりもこれ面白いのがちょっとどんどん、そうでしょう、そうアシックスとかねこう型から出てくるんですが、タビメーカーです。今はないのが残念なんですよ。もうないんですね。そうなんです。張間屋さんというタビでね、日本人の足はタビから始まってますということで、とにかく日本のね伝統がすごい世界的な技を生むということで、こういう日本伝統を残したいなという思いもしました、ね、本当に、はい、競技自体が本当にメイドインジャパンなんですね。 そして駅伝の歴史、うん、もう一つね最後ちょっと私これは外せないなと思ったのが、はい、箱根駅伝と平和への思いというタイトルにしましたが、昭和16年17年ですね、まさにねもう太平洋戦争戦況がもう悪化した中で、うんうん、箱根駅伝も開かれなかったんです。だけれども大学生、この陸上の箱根駅伝を、まあ、つなげようという方がですね、なんと昭和18年自分たちで靖国神社から箱根神社まで戦勝祈願を兼ねて走ったんです。ちゃんと記録も残ってまして、これを正式な箱根駅伝に記録をしようということで第22回箱根駅伝と認められたのは、まあ、戦後だいぶまあ独立してからも経っての昭和35年1960年のことでしたということで、ですから歴史の見てるとちょっと一回ずれることがあるんですよね。あとないあのそういうこともちょっと気に留めていただけるといいなと思ってます。でそのミュージアム初雪の箱根でした、ね、ここです。ちょっと ねであの直後だったので、こういう今年オーロでここがゴールインでね、その寄せ木細工のトロフィーがもらえるってところできました、まだ残ってた最後のゴールというか、はい、そうなんです、ね、残ってた。ここ皆さん結構ねあのいらした方写真撮ってました、はい、で上りがねやっぱり立ってまして、雪の時だけ中にあのちょっとしまわれてましたが、翌日晴れの時もう一度行ったらちゃんと掲げられて、ね、今年の青山学院大東洋大学の今年のもその順番で飾られてました。都内でもね、はい、やっぱり第一京浜のあたりこれ持って立ててる人いっぱいいましたよ、ね、でここです、うん、まさにね、
ぜひね皆さんも行かれていただきたいと思います。でもう一度ね最初のテーマ、うん、箱根駅伝とオリンピックに戻りますが、はい、なんと金栗選手の夢は果たされたのかということを考えてみたいと思います。ね、オリンピックの挫折から始まったわけですからね。で実はオリンピックにどれだけ駅伝の選手が参加しているかということなんですが、17大学75人延べ91人が参加しています。そうです。それで全てのオリンピックに、ね、参加者を出したということなんですが、メダリストはまだいないということなんですね。悲願ですね、はい、早稲田の、ね、瀬古選手とか皆さん覚えていると思うんですが、はいはいはい、そしてなんとこれも運命なんですが、箱根駅伝1920年に始まったって言いましたが、それから100年経った2020年何がありますか。東京五輪が。そうなんです。ちょうど100年ちょうど100年なの。これもね縁です。これきっとメダリスト確実だね。これそうです、金メダル出ます。これ出るね。はい、もうそういう思いで最後一句読みました。私も出ました、ね、箱根駅伝とオリンピック、鈴木さんの一句。はい、初雪や湖水に映る富士の山、世紀を超える駅伝の道。なんかいいですね今回は。はい、写真までこんなついちゃって、はい、これ全部私の作、私撮影です。こんな形で新年初、まあフロントジャパンさくら鈴木くにこコーナー始まりました。いやいいですね、なんかこう、前向きな感じで、はい、よろしくお願いいたします。ちょうど箱根駅伝の CM を見ると世相がものすごくわかるんですよね。でアベノミクスが始まって、アベノミクス前はですね大手企業の CM がどんどんこう減っていって予算がついてなかったわけですね。でテレビの王者という読売グループが総力をかけてですねやるので、最もスポンサーが集まりやすい番組で、お正月で社会貢献の意味があるということで、結構これ企業がどこが CM を入れるか、そしてどれだけ長い CM が入るかっていうのが景気判断の一つの基準になるんですね。で今年は90秒とか60秒ってすごい長尺の CM が流れていたんですよ。これってものすごい高いの でお正月だけのために作らなきゃいけないので、お金がかかるんでなかなかやらないんですね。今どんどん CM が短くなってで長い CM、 そして上場企業や不動産屋さんなどの有名企業の名前が連なっている。こうなってくると景気が良くなってきたんだなっていうのを感じるわけですね、うん、そう、そのね、あの中継の歴史もなんですけれども、はい、現地でして意外と生中継、うん、今当たり前じゃないですか、うんうん、でもこれ始まったのいつだと思います。これも歴史なんですが、昭和の最後、昭和62年なんですね、うん、全生中継。それまでやっぱり電波の歓迎とかで難しくて、そんな最近までできなかったんですか。そうなんです、うん、それから CM がやっぱりなって、あとユニフォームの変遷も、古い学校はやっぱり例えばあの明治だと M 一つとか、早稲田だと W 一つとかなんですが、やっぱりこの中継で CM が入ってってことから、はい、青山学院大学とか東京農業大学とか、全部そういうね変遷もね本当聞いたり見たりできるんですよ。だから今度ね駅伝をちょっと見る目がね私も変わってくるなっていう、ね、あと今年から新しい試みが始まったんですよね、うん、今まであの地上波だけだった駅伝が Hulu で後追いで区間ごとに見ることができるっていうのを始めたんですね、うん、ですから全体的だ、そうそう、いつでもどこでも見れるっていうのを、うん、電波を通じない形で駅伝の配信を始めたっていうのは、これもある意味歴史が変わり始めたなという一つの象徴なのかなと、うん、なるほどね、まあ、駅伝の醍醐味はライブっていう感じもしますけれども ね、まあ、いろんな形で見られるようになっていくっていうのは、うん、はい、便利なのかもしれないですね。今年往復で何時間ぐらいかみんなタイム知ってますか、うん、何時間なんですか。大体往復でに、だから10キロで20、200キロぐらいあるんですけど、11時間なんですね、うん、はい、で当時始まった直後1921年は14時間、うん、15時間近く14時間だった、随分縮まりましたね。そうなんです、そう、そこ大事ですね、やっぱりいろいろね、やっぱ道も良くなったりとか、うん、時間も変わって、ね、当時はねなんと土曜日の午前中大学生が、うん、勉強して午後出発 で夜になると9時ごろ到着だと真っ暗でしょ箱根、ね、で当時電気ない時松明で地元の人が明かりでこう照らしたり、うん、危ないですね。そうです、そうやってねもうこう続いてきた、あ、まあ、100年の歴史なんですよね。僕あの昔陸上部だったんですけれども、まあ、100メートルだったんで、まあ、駅伝とは自分がやったわけじゃないんですけど、まあ、比較的この駅伝ってマラソンと違って
まあ、リレーですよね、一言で言ってみると、うん、長距離のリレーなわけですよ。すごくこれって日本的なものでね、100m×4 のリレーでこの間のアメリカチームに日本勝ったでしょ、ね、あの世界陸上とか であれで分かる通りすごくそのテクニカルな、うん、あの挽回の余地があるんですよ、うん、リレーっていうのは、うん、100m じゃ絶対日本人は世界にかなわないって言われてますけど、うん、まあ、最近9秒台出した人もいるけどね、はい、ただリレーになるとそこにテクニックの介在する余地が出てくるわけで、おみこし文化かなと思いますね。そうなんですよね。だからその仲間のために絶対渡すんだという、それがまたその気持ちをですね高揚させてね、日本人にすごく向いてるし、細かい工夫をするんですよ。この短距離のリレーにしてもそうだし、この駅伝もそうだし、上りと下りで靴を変えてみたりとか、走り方も変えてみたりとか、戦略性がすごく高いので、あとタスキもね、お守りがついてたり、みんなのサインがあったり、いろいろなんですね。そうだから、このオリンピックでもまあ競技とかになりゃ、それは勝ち目は非常に高いというかね。そうですね、うん、まあ、身体能力以外の部分で、うん、あの上位がひっくり返るっていうのはすごく面白いですよね、うん、見ててね、うん、やっぱ思い合いの精神とかいろんなものがね、チームワークに結びつくんですよね。これを日本人が発明して広めていって、まあ、オリンピックにまた、まあ、凱旋をかけるというかね、うん、そういうドラマが20年にできるとしたらね、もうこれはなかなか盛り上がると思いますよ ね来年もあるし、再来年もあるし、そしてオリンピックというね、うん、はい、まだまだ時間ありますから、はい、駅伝とオリンピック選手の皆様頑張っていただいてね、はい、金メダルを100年の夢を叶えてほしいですね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。